両チームの選手がピッチに入場してきます。画面向かって右側がホームの岡山、左側の岡山吉、ゴール前入れてきました。ダイレクト、先制は横浜 FC。 38番高橋俊樹、加入後初ゴールです。こう逆サイドに向かってちょっと巻いてくるような、うん、そうですね。ブロード浅野選手もね、前の選手が触るのかどうか最後までね見極め、非常に大きい選手をスタメンで起用してきました。ファーサイドヘッド、ゴール前に入れてきてヘッド、しかし今旗をアピールしましたがゴールが認められます。横浜 FC 追加点、サイドなかったですね。またもやセットプレーから最後は22番の岩竹克也、そうですね、中央に合わせてきましたね。今シーズン初ゴール、ファーサイドにね、あたりはペナルティースポットのあたり、ブローダー、ここも合わせて決まりました。最後はユーリララ、キーパーがね出てもなかなかこう触れないギリギリのところですよね、はい、キーパーから逃げていく軌道でした。ユーリララ選手マークが外れてますね。こういうボールがあるわけですね。そうですね。お、さあロングシュート、止めた、ガブリエル・シャビエル、シャビエルの折り返し、もう一度上げ直して、あっとボックス内のファール、PK、そうですね、少し、うん、押しているように。2分です、決めました、大きな歓声、ルカオの PK が決まって岡山1点を返します。1対3、低いボール左隅に蹴っていきました。 PK いかがでしたか。いや、ボールをしっかり、はい、そのためにはどんなことが必要でしょうか。あ、こういったセットプレー、うん、一つねチャンスになりそうですね。ロングスローは選びませんでした。入れてきたヘッド、ゴールの右、桜川選手ですね、今のもね。もう一度上げ直す、落としたところ狙ってきました。第8節ファジアの岡山対横浜 FC の一戦、雨のシティライトスタジアムで今試合終了のホイッスルが鳴らされました。笑顔はありませんでした。引き締まった表情で